二千二十三年十月二十四日、遅い時間です。少しだけ読んでいこう。読スポーツ今日は週刊新しいところに入っていくよ。漢文総書週刊この辺はこれ西欧、百官を訓戒するの言にして史官その 言葉を記し、習慣を持って変に名付けたり。国約漢文体制習慣習慣は、習の慣性のいで、慣を設け、食を分かち、人を用いるの法を説いたものである。これと、 襲来とは世に同じく修行の策としているけれども相合わないところがある。産後してか、えー、考え合わせればよい。考え合わせばよい。これは金文になく古文のみある。宗教講義。習慣習慣は週の完成の意味である。四季習本義に 聖王すでに陰命を退けて、Y を襲い、帰りて王にありて、習慣を作るとあり、道路政下に聖王王にありて、天がすでに安し、宗の完成、いまだ、ついでえ、次女あらず。これにおいて、 修教習慣を作り勘ごとにそのよろしきを分かつとみゆ諸女の文また本義の文と同じところを見れば本義の文けだし諸女に基づいたものであろう思うに修教は天が平らかになった後完成を作ったこれがすなわち習慣であろうしかしその原文は今日に伝わらない 現に損するものは金文に能うて古文だけにあるので後世の偽作たることは明瞭である世の学者中襲来は宗教の定めた制度だと見る人もあるもし石からは習慣は修霊に修来に損すと言いうるがしかし修来は修行時代の策ではないことは明らかな事実であるから 真の習慣を今日に見ることは困難と言うべきである。赤塚役中、習慣第48八州書。一、習慣編。議校では、周王家が官を設け、職務の分担を定め、また、管理に登用する方を述べたものであると解説しているが、 義庄書の変者が四季書書などに衆書に習慣編があったという記述によって古文献の文句を綴り合わせて偽作したものである。四季の露星下には西欧の知性に天下が安定したが衆の完成が整っていなかったので衆公がまず習慣編を作りついで立政編を作ったとしているが。 宗本儀には西欧がワインを討伐して法慶に帰ってから宗歌編を作り礼額を正して政治を盛大にしたこれによって制度が改まり自民は親しみ合って大男を丹美する詩が起こったと伝えている現存の著女はおそらくは宗本儀の記述によったのであろう。理性編 とは別に西王が陰を倒し Y を滅ぼして法慶に帰還した後に「週刊編を作ったとしているいずれにしても寛大には変名だけが伝わっていてその本文は損しなかったものであるなお周大の完成については古文献に見える断片的伝承しかないと言わざるを得ない。順子には K の名は「小」に従い 尺の名は周に従うとあって周の尺性が整然として伝わっていたかのようであるがすでに孟子には周の尺性の詳細を聞き知ることはできない諸公が自分の害になるのを嫌ってその文章を廃棄したからであるただ「か」はその概略を聞いたことがあるとある孟子の言も 概略の論であろう淳子はまた王政編に関政について論述しているがそれも伝文を整理したものであろうこのほかに関政について記述している古文献は来期王政編であるがこれは漢の文帝の時に諸博士が諸博士がうーん勘音がいい <laughs> 諸,諸博士が編集したものとされている。 また「従来」は最も勝備しており、伝説では宗教が定めた霊性を示すものとされ本編もこれによっているところがあるが前巻末に世に現れたものであってその成立については学者の間に異論が多い要は名言も少なくないが伝文をもとに整理し編集したものであって従代の性を正しく伝えているものとは言えない。 少々気分週刊第22聖王すでに陰の命を退け、ワイ意を滅ぼす。帰り帰り帰って、頬にあり、習慣を作る。<laughs> 陰の命を退くは、武功六方を滅ぼすなり、ワイ意はそれに一味したから滅ぼしたるなり、後継のそばに頬あり、 王は文能の都なり、襲来を習慣というこの習慣は襲来にてこしらえたるものなり襲来は戦国の時こしらえたるものなり修行の書にはあらざるなり「習慣漢文総書」これ「修王万法を名で合殿をめぐり」。 余に不定を制しその町民を休んず陸服の訓癖徳を受けざる者なし宗州に帰り痴漢を統制す大いわく昔の太夫のごときは地をいまだ乱れざるに制し国をいまだ危うからざるに休んずと。仮面体これ宗王万法をなで公殿をめぐり 定を姿勢してその町民を休んず陸服の軍壁、徳を受けざるなし総州に帰り次官を統制す大いわく昔太夫地を未乱に制し国を幹に休んぜり終着 復帝を姿勢し「振っ帝」「復、え、帝、ー、はいまだ来帝しないもののいで基準しないものを指す」次「<coughs> 陸服の軍癖」甲伝「公伝断彩および稀代をいう陸服」 痴漢を統制する痴漢は管理のこと統制はこれを監督して不正のことなからしむる大いわく昔太陽地を未乱に制し国を幹に休んぜり、えー、と昔は弱罪で昔 在尺と同じ。この尺、尺、ご年、若いという字は、発語の字。次に、対友は、大道と同じ、大道の世の意、すなわち、下分、述べるところのもの。週刊、役文週の聖王は、天が万国を撫でやすんじ。 幸福と伝福等を巡行して政教の行われるや否やを視察し広く天下の不直・不正にして復従せざる諸侯を征伐しその屋調の民を休んじ希代及び幸福伝服弾福彩福永福,福,福の諸行・州の徳を王将し復従せざるものなく曹州すなわち州の都後継に帰り 中央,政府中央政府にありて事を治るのの各管理を戒め監督して不正なからしめた。聖王は次のごとく仰せられた昔誘導の世の嫌王は 天下のいまだ乱れざる先に政教を正しくしてよく収まるようにし国のいまだ安からざるもとい危うからざる先に暗記にすべき策を立てられたのであるここまでちょっと切り方悪かったかね。諸教講義。 これ王万蔵をなで香殿をめぐり復帝を姿勢してその町民を休んず陸服の軍,軍壁、徳を受けざるなし曹州に帰り痴漢を統制す昼食。衆王は背を指す。 万歩をなずる、天下の諸侯をなでやすんずる皇殿をめぐり幸福と殿福と巡行し聖教の公費を視察した「不定を市政して市政は天下司法において征伐する」「不定は義香殿に不直としておるが」 サンにをを持って不定を討つとある途中に下の神にスコール皆礼を貞中になすと見えている途中によれば「不貞は来たって王に礼をなさぬ者すなわち服従せぬ」の意味になるのであるしかし義公文も義公殿も大しく一人の手に出たとすれば義公殿不直の説は「 作者の真意を示しているものであろうと思う要するに広く天下の不直不正な諸庫を征伐しての意味次「町民を休んずる」「水は安」「屋長の民を休んじた」「陸服軍壁 陸服は祈代及び光殿断彩 A の呉服。軍壁は衆君すなわち陸服諸公の意。次。徳を受けざるなし。州の徳を褒章服従せぬものがない。次。宗州は衆宗州宗宗,宗,宗は孫尊ぶ。州の都公継を尊んで言う語。 官を統制す衆の党、えー、は監督痴官はことを治めるか管理各管理を戒め監督して不正なからしめることである訳分衆の西欧は万国をなで休んじ幸福伝福の地方を巡視して司法不正の 国を征伐し、もって天が屋長の民を休んじた。従って機内および、丘五福の諸侯は皆衆の徳に起伏することになった。起伏するに至った、そこで都の光景に帰り中央官庁の管理を今しめ正して、冷静地を図らせた。大いわく、 昔の太夫に従い、ああ、従うにしてますね。お都合じゃないですね。大岩く昔の太夫に従い、地を未乱に制し、国を未起に休んでよ。注釈。 太に、昔太夫に従い弱は従う優は道古剣王の行った帯道に従っての意味次地を未乱に制し地は高祖に「盛況」とある天下のいまだ見られる前に盛況を正しゅうすること次 王を三に、えっ、ー、と、国を三木に休んぜよ。王は休んず。国の未だん、国の未だ、えー、国の国を三木に休んぜよ。国の未だ危うくならぬ前に、安寧にすべき策を立てること。老子に言う。これを、未有になし。 これを未覧に測るでしたっけと本文の句法「けだしこれ」これに基づく訳文「西欧いわく古の剣王の道に習い国のいまだ乱れぬ先に盛教を正してよく収まるようにしまた国の希望に陥らぬ先にこれを安寧ならしめる策を立つべきである」赤塚訳中 週刊第四十八衆書1序文「周王は万国を視察し幸福電福までも巡行しまた司法の起伏しない国々を征服して町民を安心させられた天下の陸服の地域全ての君主たちで王の徳を応じない者はなくなった」。 そこで王は宗宗に帰って民を治める職の完成を整え正された。第二章王が古道にのっとって慣性を定めることを説く。王はまず仰せられた。古の帯道に従って天下が乱れぬうちに政治の制度,制度を定めておき危険に瀕しないうちに国家を安泰にしておかねばならぬ。 注釈町民10億の人,人民当時10億の人口があったわけではないまあないですね誇張表現である。 陸服,陸服の地域原,原文には陸服とある義巧殿には何の解説もないが危害を5つの地域に分ける幸福伝福・断腹裁服永服,服の呉服と万福すなわち洋服というのであろう祭、えー、ンは機内と呉服というと返している。 なお、従来果敢食法神には右の六福の外に衣服陳服反服の三福を加えた九服の姓がある次王は宗宗に帰って金本築所記念に西欧の19年に王は光殿方角を遵守した。 の高校が随行がした。宗宗に帰りついに百貫を正し奉公を退けたとあるがこれはむしろ本編によって暗筆された記事ではなかろうか次未だ天下が乱れぬうちにこの辺りですかね 収益刑事,家で刑事殿下に君主は安らかであっても危ういことを忘れず損していても滅びることを忘れず収まっていても乱れることを忘れないだから身は安らかで国家を保有することができるのであるとあるのと同じ趣旨である少々気分 これ、修王万法を武士、皇殿をめぐり、よもに訂正ざるを制し、その町民を休んじ、陸服の軍壁、受けざるはなし、えー、徳を受けざるはなし、曹州に帰りて、治官を統制す、注釈。これ、修王万法を武となで、 光殿を順とめぐり、司法、不定の庭へ、不定の朝廷へ出ぬ者を、聖罰するなり、来廷に対して不定を言う、来王、不王を、土曜は間違えて言う、司教と諸教の間違いなり、中の不直はわろし、不敬不礼と言うべきに不直と言うべきわけがない、不来、 王帝,王帝者と直すが良いうーんなるほどえっ、ー、とその町民を休んずは万民を休んずるなり陸福軍壁、徳を受けざるはなしは陸福は九福の三を取りたるなり右皇は五福衆は九福なり陸福というものは三福は恵比寿じゃからその三福を取りて 陸服というたるものなり陸服の中国の軍壁紙のお得を受けぬものはない曹州に帰って痴漢を正,し正す大いわく昔の太夫に従うて字を乱れざるに未だ乱れざるに制し 国をいまだ危うからざるに休んず。注釈。対応は対等ということ。昔の対等に弱と。 従い、地を未だ乱れぬ先に制し、国を未だ危うくなきに保し保つ。これは老子を取り、取りたるなり。疑心の時には老子を、えー、好む者を多し、そこでその中の樹釈臭い言葉、皆切り込むなり。老子に、これを未だ、 これを未だあらざるになし、これを未だ乱れざるにはかる、めしけはかるという優が種なり、犠牲、犠牲の大将に君子持って憂いを思う、あらかじめこれを防ぐ、防ぐと、ある皆この言いなり、 いわく東曰くにしえを考え漢をたつることこれ百うちに八季四学あり外に終木紅白あり書生これは四万国ことごとく安し葛生の漢は倍数またよくもって収まる冥王の祭りごとをたつるただそれ漢の実ならずただそれ人の実 漢文体制いわく東具はいにしを考え漢をたつることこれ百うちに百鬼四角あり外に終木紅白あり諸生これは四芝国皆やすし葛生の漢はバイスまたよく持って収まる冥王の祭りごとをたつるただそれ漢ならずただそれ人のみ 注釈秋木紅白あり終牧紅白秋木は秋の朝刊紅白は初夏バイス歌唱の刊はバイス 東愚の世に倍すること、外し、世事、転編して、反省となり、感を置くこと、二百となった。次。ただこれ、感ならず。ただこれ、感ならず、ただそれ、人のみ。 感を多くするというのが脳でなくその人を得るということが大切なことである約分 行審の二体は後席の剣王の行われたところを考え合わせて官職百を設けられたうちすなわち中央政府には百機すなわち朝裁すべての官を統率する者今の内閣総理大臣にあたる私学すなわち司法の諸公の長あり外すなわち地方には州牧、 すなわち一種の長官すなわち十二木紅白すなわち諸侯ありうち、えー、内外愛王子愛助けたためにもろもろの政治がよく整い万国皆安寧であった下院の二代の官はその数行衆の二体の時に倍し二百の官職を 儲けられたがこれがまたよく収まり天が太平であった賢明なる禅王が前政を天下に敷にあたって最も意を用いたのは官職の数を多くした天ではなくて適当なる人を得ることに努めたのである宗教講義王曰く昔の天 太陽に従い、地を見ら、えっ、ー、と、ここは読んだのか、次。いわく、東具はいにを考え、官を立つることこれ百、内に四季四学、えー、百鬼四学あり、外に収木紅白あり、諸世これはし、万国皆安し、 歌唱の勘は倍数。また、よくもって収まる。冥王のた祭りごとを立つる。ただそれ勘ならず、ただそれ人のみ。注釈。道具の、古しを考えるに。道具は行春。 行春はこうの行ったところをか考え合わせての意味次「菅をたつるはこれ百百は菅数菅職百を設けたことうちに百期あり百期四学あり」。 内は中央政府を指す百0期私学百0期は春天にいず百貫巻を滑る者今の内閣総理大臣にあたる私学は行天に見ゆ東西南北各方の諸侯を司さどる頭である次外は 中央に対して地方を言う。次、衆木。衆木 <coughs> は一衆の長官。すなわち、重有二木を指す。次、行白。行白紅白。かと、ートの二代は、寒触の、数。 のの時代の寒に比して2倍であったすなわち200の間を設けたこと。次。もっと収まる。要,要外でもっと収まるとくんず。天が太平であった。ただその間ならず、それ間ならず。 感触の数を多くした点を長所とはしない。これ、その人なり。ただ、その人を得るのに努めたのである。の意。訳文。行春の二帝は、いにの野王に、野王じゃない、剣王。目がおかしい。えっ、ー、と、いの剣王に従って、習って、 もう一度「行春の二帝は古の剣王に倣って百の官職を設け中央には百鬼志学を置き地方には十二木および紅白のごとく諸侯を滑る役を置いて愛内外愛王子、愛助けたために諸侯の政務よく整い万国皆安寧であった」「カインの二代は官職の数行春時代に比してちょうど2倍であったが それまた収まって民は太平洋を楽しむことができた。元明徳の王が前姓を天下に敷くにあたって最も意を用いたのは官職の数を多くする点には損しないで管理その人を得るのにあたったのである。 大丈夫かな。少々気分。王の曰く、もとい、いわく。王からですね。曰く。東愚いにしえを考え、官を立つること。これ、百。うちに百期、四角あり。外に収木紅白あり。諸世、これはし万国、皆。 やすし。花椒の缶、バイス、マイス。また。よく持って。納めたり、冥王の祭りごとをたつること。それ、缶を。うんと、これそれ、缶をせず。これそれ、ひとおす。 今我少子、謹んで、徳を務めて、宿や、あれ、ここまでじゃなく、我今我少子の前までですね、これそれ人をす、ここまで、蚊が飛んでる、訳文、訳文じゃない、注釈、太陽は帯道ということ、ここは置いといて、東部、 稽古は復帰親王皇帝のいにしえに従うなり、官を立つる官を立つること数百,百数なり、うちに八期私学あり、一人百官を司るが百期なり、私学は一人にて大名頭なり。 天の五行あるにかたどるというは悪い。これは私学を四人と見るゆえ五行というなり。ああ、なるほど。五国の長五人に一人の大名頭を立てるなり。 外には秋木紅白の成就国主あり諸生、これは死。 えっと諸生これはし和順なり万国皆安詩はことごとくたやすく収まる中の西洋は猛宮の王獣寛容の類にて清潔寛容のことなり 明同位に遊具詞の間は50加工詞の間は100陰は200周は300とこれによって箇所完売という幼少案は明同位は老、衰えて老中作れりとすまたよくもって収まる 名誉祭りごとを絶つるその間その間を何でしたっけうーん。 そ「感触を断つることを責務とせずただその人と人とが第一じゃ、感を多くするには及ばぬ賢人を持ちうれば収まるという中庸に祭りごとをなすは人にあり。 というのい,いじゃ。今我れしょうし、慎みて徳をつとめ、宿や及ばずは、えっ、ー、と、ここからは次。カムン総書、今我れしょうし、慎みて徳をつとむれども、 宿や及ばず、仰いで前,前代を思いてこれ従いその間を教え導かんとす。寛文体制、今我れ少子慎みて徳に勤むれども宿や及ばず、仰ぎて思いて前代にこれ従いその間を訓的せんとす。注釈、及ばず。 個人に及ぶことができないそれから軍的戦闘ス軍的教え導いてそれぞれ守るところを行わしめることさっきの 当政とほぼ同意である。訳文今我は慎んで徳を収むることに勤勉し朝夕を怠らないけれども未だ個人に及ぶことができないのである仰ぎをもうて東部下院の王にのっとり従い前代の感触に倣いて 感触の,の,の制度を定めようとするのであるまず大使大えー、とここまで主教講義今我少子慎みて徳にいそしむいそしむれどもああそうか勤むれども勤むれどもでいいか勤むれどもでいいですね今我少子慎みて徳に 勤めれどもんうんうんいいね「宿、えー、や及ばず仰ぎ思いて前代にこれ従いその間を訓的せんとす」注釈「彰子」とは「彰子」天使の自ら称する語 謹んで徳につ勤むれども、えっ、ー、と、尊んで習得に勤める。宿夜及ばず、宿夜は朝夕、対話及ぶ。朝夕、怠らないけれども、孤児に及ぶことできない。 次えーっと仰ぎ重いて仰ぎ重いて前代にこれ従いいいは思う前代は 東愚会員の剣王に倣っての意味これ従い弱は従うよくその方に従うこと軍的、その間を訓敵す君は従う敵は踏み習う前代に置かれた感触に習い順次って 自ら官職を置くのいい新制度は勝手に設けないというのである。約文今我は習得に努めてはいるが朝責の努力いまだ足らぬために遠くいにしえの姓王に及ばない。しかし官職の設置については仰ぎ願うて東部会員の方にのっとりもっておのおの官職を前代のごとくに定める考えである。 赤塚役中「今我少子は徳を慎み勤めているが朝早くから夜遅くまで励んでもなお個人には及ばない仰いで全体を思ってこれに従いその設けられた設けられた感職の制度にのっとって行こうとしているのである」。大しえっ、ー、とここまで「注釈もなし」。 少々気分今我少子慎んで徳に努めて宿や及ばざること及ばざることし仰ぎて前代を思うてこれ従いその間を教え導く注釈今我少子 慎みて、徳につめ、宿や及ばずは人を取るに身をもってすの、意にて書いてあるなり、論語の学は及ばざるがごとしの意をもって、ことの間に合うか、間に合うまいかと思うなり、宿や及ばざるがごとすと読む。 えー、次。仰ぎて、前代を思うて、は、家、院、生徒を、前代としたるなり、前代を思うて、これ、従い、君敵は、教え導くなり、敵を、生むと読むは悪い、警敵の敵なり、常理、 いいに書きたるなり精製かな精製に書きたるなり以上じゃあ今日はこんなとこにしときましょうまた後ほどありがとうございますごきげんようこんばんは工房さん